ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作竹箔記その第12回6-3、杉野はめげなかった。女客は自分だけだということも、主人側から無視されていることも全く気にかけないという様子で杯も取ったし、隣席の客に話しかけられれば快く返事をし、静かに笑ったりした。屈辱を感じたり恥じたりしている様子はいささかも見えなかった。ニコンの膳が片付くと、やつかの妻が舞を舞った。多分江戸から連れてきたのだろう。見たことのない若い下座が4人、笛、鼓、小鼓、大鼓を務めた。曲は桜狩りというのだそうで、後節はわからないが、大層華やかであり、振りの派手な舞ぶりであった。杉野は無感動に落ち着いて見ていた。桃山風の華麗な屏風、立て連ねた燭台のまばゆい光、贅を尽くした趣向と襟抜きの客たち、これらは皆岡村八塚の価値とその異性を示すかのようであった。彼は今すべての客の上にいる。やがてもっと上に、もっと高くいるようになるだろう。彼自身もそう自負し、客たちもそれを認めているようだ。見事に変わったものだ。晃之助は圧倒されながらそう思った。舞が終わって賑やかな喝采が始まると、杉野はそっと立って手洗いにでも行くふうにさりげなく出て行った。晃之助はまさか一緒に立って行くわけにもいかず、孫つきはしないかと案じていたが、杉野はそのまま三婚の膳が配られても戻ってこなかった。一つ差し上げましょう。右隣にいた藤井という老人が杯を差しながら言った。どうやら奥方はご機関と見えますな。何気なく言ったらしいが、晃之助はそうかと思い当たり、打ちのめされたような気持ちになった。そうだ、もう帰るべき時だった。八塚が招待した意図はもう明瞭である。もうどうに帰ってもよかったのだ。杉野はけなげに辛抱したが、ついに我慢が切れたのであろう。念の言った失敗だ、こう思ったが、それですぐ帰るわけにも行かず、しばらく藤次郎と話してから座を立った。やつかに挨拶はしなかった。向こうでもそこまで求めてはいないであろうし、挨拶することはかえって嫌味になると思った。家へ帰る道は重かった。自分というものが実に小さな、愚かしい、惨めな存在に思えた。10年前、八塚は役目の上で不正を犯した。洗濯町で、大雲寺ヶ原で、落ちるだけ落ちた姿を見せた。しかし、彼は立派に立ち直り、その才能を十分に生かした。かつて、あれほど堕落しながら、見事に彼は勝ったのだ。その間に自分はどうしたか。自分は杉野を愛したし、今も愛している。杉野を不幸や困難から守り、平穏な生活のように温めようと思った。それらはどうやら実現した。これからもひどい差別のない限り、この生活は続けていくことができるだろう。だが、それが一体何だ。杉野が自分の愛を喜ばないとすれば、自分の愛などはお笑い草ではないか。また人間は必ずしも平穏無事な生活に満足するものではない。貧苦や艱難に進んでぶつかり、それを打開することに生きがいを感じる者もいる。結局俺は臆病で退屈な人間に過ぎなかった。帳尻を合わせる脳だけの律儀之助だ。こんな時こそ茶屋酒にでも酔いしれることができたらと思ったが、彼にはそれもできなかった。すっかり参って自分で自分を引きずるような気持ちで家に帰った。杉野は出迎えなかった。気分が悪いからということであった。晃之助はほっとした。今妻と顔を合わせるのは
彼にとってもつらかったのである。一人で着替えをし、食事を聞きに来た召使いには茶だけを命じて居間へ入った。 6-4 日よけを引き寄せ、机にもたれて物思いにふけっていたが、やっぱり酔っていたのだろう。そのままうたた寝をしたらしい。目を覚ますと背に貝巻きがかけてあった。寝間のお支度ができました。こう言われて振り向くと杉野がいた。呼び起こされたのである。ああと答えたが、彼は戸胸をつかれた。妻は髪を解いて束ね、白むくを着ていた。顔には濃い化粧をし、京紅をつけていた。何か異常なことが起こる。幸之助はそう直感し、はっきりと目が覚めた。寝る前に話がある。顔を洗ってくるからここで待っていてくれ。彼は逃げるように立っていった。夜はかなり更けたらしい。高安は昔から夜の早い習慣であるが、冷える気温やひっそり寝静まった様子では12時近いのではないかと思えた。今へ戻ると杉野は元の位置にうなだれて座っていた。今日はすまなかった。幸之助は正座して言い出した。黙って連れて行った上にあんな扱いを受けてさぞ腹が立ったろうと思う。いや待ってくれ、話というのはそのことではないんだ。まずこれを詫びておいてから聞いてもらいたいことがあるんだ。杉野は何か言おうとしてまたそっとうつむいた。私がお前をめとった時のことは知っているね。お前が望んではいなかったのを無理にめとった。全くお前の意思に反し、お前の兄の哲馬も北畠の叔母も反対だったのを押し切って妻に迎えた。それは私がお前を愛していたのと、もう一つは岡村八塚という人間を誤解したためだった。お前がもし岡村でなく他の人間を愛していたのだったら、私は決してあんなふうにはしなかったと思う。八塚は才気も手腕もあった。世間の評も非常に良かった。しかし私の目にはそう見えなかった。彼の裁判はいつか彼自身も誤り、周囲の人々を傷つけるように思えた。そして彼は偶然そういう不始末をした。いつか葛西でも話したが、もうはっきり言ってもいいだろう。彼は御用商人と図って不正に役所を利用し、役所の金を飛翔したのだ。その時私は自分の目が間違っていなかったと信じ、どうしても杉野を彼の手に渡してはならないと思った。こうして無理にお前をめとった。私はお前を愛していたが、それ以上にお前を不幸にしたくなかった。恋は何より美しく尊いものかもしれない。しかし人間には生活がある。生きてゆくには辛抱強い努力と忍耐が必要だ。しかもその道は険しく遠い。思わぬ災厄や病苦にも見舞われるであろう。私はそういうものからお前を守りたかった。風雪に当てたくない。苦しみや悲しみを味わわせたくない。平安な家庭と暖かく満ち足りた暮らしを与えたい。これが何よりの願いだった。幸之助はちょっと言葉を切った。口に出してみると自分の小心さや地道な考えがはっきりして、我ながら哀れに悲しくなったのである。だが私は間違っていたと彼は続けた。八塚は失敗をしたが、それは若気の過ちに過ぎなかった。彼は私のような小心者にはわからない大きな素質を持っていたのだ。彼はきれいに失敗を償い、持っている才能を見事に発揮した。彼は今お蕎麦用人になった。やがては世評通り国老にもなるだろう。10年前にもし私があんな無理なことをしなければ、お前は八塚の妻になり、今夜の盛んな宴にも蕎麦用人の妻として
あの客たちの尊敬を受けることができたのだ。あの最初の席はそのままお前のものになったのだ。もう結構でございます。それ以上はおっしゃらないでください。杉野はこう遮って目を上げて夫を見た。幸之助は黙った。妻の声は震え、その目は濡れた光を帯びていた。お詫びを申さなければならないのは私でございます。杉野は言った。でもお詫びは申し上げません。どのように言葉を尽くしてもそれで詫びのかなうことではございませんから。杉野は愚かで堅くなで心の浅い女でございました。それが自分で分かっていながらどうにも直すことのできないほど愚かで堅くなな。ただ一つ私の心が今でもあなたの他にあるとか、この家の生活に不満を持っているというふうにお考えなさることだけは、それだけはどうぞおやめくださいまし。それはあんまり悲しゅうございます。私はお前を責めているのではない。私は自分が謝っていたことを。いいえ、違います。謝っていたのは私でございます。それだけは分かっていただきとうございます。杉野の顔は青ざめた。唇は乾き、膝の上で手が惨めに震えた。7年前、火災であなたのお話を伺い、兄から家へ帰れと叱られました時、私は初めてあなたのお気持ちが分かりました。私を悲しみや不幸から守ってくださるばかりでなく、私の心を傷つけないために、あの方のあのようにひどい卑しいなされ方をも隠していらした。どんなに私がどんなに嬉しかったか、申し訳ないと思いながらどんなに嬉しかったか、あなたに分かっていただけるでしょうか。幸之助は息を呑んだ。杉野は続けた。あの時から今日まで、昼も夜もいつもあなたに申し訳がない、すまないと思っておりました。でもそれを口に出して言うことができない。口に出せないなら黙ってすがりついて泣けばいい。あなたはそれだけできっと分かってくださるに違いない。今日こそ、今夜こそ、こう思ってもそうすることさえできなかったのです。夫の寂しそうな顔を見ると、自分も胸を裂かれるように寂しく悲しかった。自分は夫が愛してくれる以上に夫を愛していた。身を焼くほど激しく深く夫を愛していた。しかしそれを伝えることができない。素振りにも色にも表すことができないのである。生まれつきとはいえ、このように堅くなな性分をどんなに私は呪いに組んだことでしょう。杉野はこう言って両手で固く顔を覆った。夢のようだ。幸之助はほとんど呆然と言った。私にはまるで夢のようだ。杉野の肩が波を打ち、覆った手の間から声が漏れた。どんなに激しい感情を抑えているのか、声は哀れにもつれ、喉に詰まり、苦痛に耐えぬかのように半身が痛ましくねじれた。幸之助は目をつむって両の拳を強く握りながら妻の泣く声を聞いていた。そうしてその泣き声が静まるのを待っていた。よくわかった。ありがとう、杉野。杉野はたもとで顔を拭き、それから畳に手をついて黙って神戸を垂れた。やはり口ではどう言いようもないらしい。罪を乞うようにじっと神戸を垂れてから泣き晴らした目を上げた。堪忍していただいたと思ってもよろしゅうございましょうか。幸之助は包むような目をしてうなずいた。ありがとうございます。杉野はもう一度神戸を垂れた。どうぞお願いいらしてくださいまし。おねだりがございますから。幸之助は立って寝前へ行った。そこはいつもとは支度が変わっていた。重ね屋具を屏風で取り回し、絹張りの行灯の脇に祝いの膳が置いてある。それは覚えのある景色だった。
華やかな色の重ね屋具、清らかに生めいた絹あんどんの光、そして祝いの調子の乗っている膳、それは婚礼の夜の床坂月の支度であった。そうか、あの白むく、あの髪、あの化粧はそういうつもりだったのか。幸之助は微笑した。微笑しながら目がぼっと濡れ、安頓の光が霞んだ。お前覚えていたのか、杉野。彼はそっとつぶやいた。あの時床坂月をしなかったことを。ずいぶん長いお預けだったね。杉野が入ってきた。幸之助は静かに禅の前に座った。山本周五郎作、竹白記、全文読み切り、書室、労働文化、昭和26年10月号より27年3月号、朗読全12回、完了2020年6月24日。